何やら。この顔、魔物がいる。なぜこんなところに。前の男の子一人。足音だけでわかるの？あともう一人というかもう一冊足音は一人分ですか。我は白の書、足の生えた書物な。我らの自己紹介は以上だ。僕はエミール。じゃあ手紙をくれた。手紙、なんだか話。近づかないでください。危ないんです、僕の目は。だからこうやって。ずいぶん変わった。手紙の剣はもしかしてこの鍵で館の奥に入れる。いいよエミル。そう、一番奥の部屋。あとこの家は迷いやすく。シロ、カイネはどうするの？放っておけ。あの女のことだ。一人で何とかするであろう。そんな。なんだ
羊、我らは黙…ご主人様。ああ、彼が悪い人じゃないんだけど。申し訳ありません。人間。執事さん。はい。あれは私、ご覧の通り、我が主は見たものを石に変え、そのけなげなお姿があまりに皆様が名だたる勇者と伺い、主の名をいただいたお返事。それじゃあ、ヨナとの手紙。はい。何度もヨナ様には取り継いでいただく。ヨナはヨナもあまりよく分かって。ああ、お会いできて本当によかった。そうだった。あいにく我ら少なくとも我この際何でも構いません。え、はい、私お願いです。やめてよ。勇者、困った時はお互い様じゃないか。それにどうせ。申し訳ありません。いろいろご無理を。皆様、僕も敵を石化するくらいならできます。お手伝いします。
こならきっと僕の目を治す方法が。どうも不穏であるな。なんだかこの本、白みたい。また失敬なこと。あれほどの書が世に二つとあるものか。石化とは、実に凄まじい能力であるな。なんだあれは。刃のような紙で攻撃するとは。白は、あんな便利なことできないの？倒しても倒してもキリがない。一体何をやっておったのだ。迷った。蘇中、見ての通り大ピンチ。助けて。こやつやたらと手強いぞ。どうしよう。我に聞かれても。もういいです。僕が抑えているうちに逃げてください。うるさい。誰だお前。あ、カイネ。この人はエミール。この館の。潰す。このクソも絶対に潰してやる。聞いてない。相変わらず品のない言葉を吐き寄って。これは僕一人の問題です。皆さんにご迷惑をかけるわけには。では後を任せてお先に。ってわけにもいかぬだろう。当たり前だよ。ごちゃごちゃうるせえ。お、カイネ。弱音だったらこのこの本をしてから好きなだけ吐け。耳が腐るんだよ。要約すると頑張れってことかな。励ましてるのか、あの女が。そういうこと。
シロ、これ石化についての研究報告。おお。でも、せっかく。おい、あいつがお前に言いたいことがあるそうだ。私にお任せ。どんなに時間この私。セバスチャン。セバスチャン。あやつ。エミール、覚えておけ。カイネさん。これは罪ではない。これ自体に罪はない。大事なお前自身だ。決して忘れるな。必要のないものだと思っていた。そして私自身も終わりだと思っていた。この腕も私もまだ生きる意味があるように、お前にも未来があるはずだ。カイネさん。だがもし私のこの体が、ヨナは病気がちであまり外に出れないから、もしよければ。はい、よろ。皆さん。うん、ま、おい、さっきはエミールと何を話していたのだ。青少年に悪影響を及ぼすような言葉は吐かなかっただろうな。なんとか言え、この下着女。うるさい。なあシロ、落ち着きなよ。でもこれで全ての封印されし言葉が集まったわけだ。あとは黒の書とやらを見つけるだけだな。そう、絶対に見つけ出してヨナを助けるんだ。
よな。もうすぐだよヨナ。封印されし言葉をようやく集めたんだ。あとは黒の書ってやつを探すだけ。お兄ちゃん大丈夫？危なくない？ああ大丈夫さ。ヨナのお熱もお咳も良くなるのかな。うん、ヨナ。お兄ちゃん、ヨナのこと嫌いにならないでね。何？いきなり。いっぱい黒い模様が出ても嫌いにならないでね。なるわけないだろ。ポポルさんに薬をもらってくるよ。ヨナ、日に日にやつれていってるよね。